朝神宮球場へ皆さんこんばんは。スワローズスタジアム DJ パトリックです。とんまり皆さんの応援ありがとうございます。My name is Patrick and welcome to Jingle Stadium. Hope everybody having a great time with us. さあ5回を終了して13対0スワローズ大きくリードしていますね。さあそれではスワローズ前半のハイライトをご覧ください。さあ先発は金久保投手、なんと4回までノーアンナピッチング、素晴らしいピッチングを見せてくれました。ラストピッチ金久保。さあ打線は2回で初回ですね、オスナー選手が12号スリーランホームランで先制します。 Wow, what a hard hit。 さあ続いて内山壮真選手も続きます。ランナー1人置いて変化球を捉えて、これもフェンスオーバー、4号ツーランホームラン。さあ金久保投手はこのバックのナイスプレーにも支えられます。山田選手の見事なグラブトスからのダブルプレーもありました。さあ打球は満塁からタイムリー、これがなんとプロ初タイムリーとなります。青木選手も続きます。きれいにセンターに打ち返して2点タイムリー。スワローズ打線爆発です。そして5回は代打登場、宮本選手のタイムリーヒット。この後さらに2点を超えて13対0スワローズが大きくリードしています。さあ後半も皆さん応援を楽しみながらスワローズをサポートしていきましょう。つば九郎お待たせいたしました、空中くるりぽっタイム。さあスワローズ打線爆発で大いに盛り上がった前半ですけども、この5回のイニングブレイクはつば九郎の時間です。みんなで盛り上げていきましょう。応援団の皆さんリズムお願いします。さあこのドラマのリズムに合わせ手拍子、いいリズムを作っていきましょう。お、いいリズムだよ。よし、もっと大きく。さあ空中クルリンパ交流戦最終戦で今夜決まるか。イーグルスファンの皆さんももしよかったら一緒に手拍子お願いします。ありがとうございます。さあ空を振りを千葉君ヘルメットインディエさあ来た。リクエストですね、かしこまりました。行きましょう、リプレイ検証。お前は今日もどこかでいいリズムを作ってくれたファンの皆さん、さあこのいいリズムに乗ってベルカットが落ちてくる超スローモーション。ベルカットのトップだったね。いや惜しかった、つば九郎ナイスチャレンジ。つば九郎もどうもありがとう。皆さん手拍子ありがとうございました。以上つば九郎空中クルリンパでした。スワローズ選手の交代をお知らせいたします。セカンド山田に代わりましてピッチャー山本、代打にしました宮本が